ありがとうの効用ってすごいんですよ。本当に人生変わってくんですよ。今日はですね、成功者が必ずやっている習慣とはというね、テーマで話をしてみたいと思うんですけどね。ありがとうね。社長さんであればあるほどね、ありがとうって言ったらね、従業員がね、一生懸命働くし、で、あなたも従業員のことを大切に思うんですよね。で、お互いが気持ちが良くなるんだから言わないと損ぐらいの話ですよね、本当に。でもね、言えない時もあるじゃないですか、ありがとうってね。思わずなんかイラッてした時って人間あると思うんですね。そういうね、ありがとうを言えない時ほど、ありがとうって言ったら素敵なことが起きるんですよ。全く意図逆に向こうが怒鳴られた時とかね、あったとしたらね、そういう時って素直にムカッとか来たらありがとうなんて言えないですよね。でもね、これ本当はありがとうなんですよ。なぜかっていうと、怒ったりなんかを指摘してくれてるわけだから、自分の至らないことを教えてくれると思えばね、その気持ちだけ受け取ってありがとう、ね、その怒りは流してしまえばいいわけであって、そう、怒ってる人をね、自分の味方につけられたとしたらすごいことじゃないですか。自分が好きな人を味方にするだけじゃなくて、怒ってる人、不満を言ってきた人ですら味方につけられるとしたら、あなたはね、成功に向かって一直線ですよね。そう、日本一の投資家って言われたね、武田和平さん、もう亡くなっちゃったんですけどね、ありがとうの効用をね言ってんですね。彼は何て言ったかっていうと、ありがとうを3000回言えっつったんですよ。毎日3000回。皆さん言ったことありますか ?3000 回言うとね、例えばね、ありがとう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 って3000回言うとですね、だいたい40分ぐらいかかるんですね。そう。毎日これをやるとね、人生変わるって言ったんですよ、武田和平さんは。本当に毎日やってると、知らないうちにね、何かやられたら、ありがとうって出るんですね、これ。習慣となるんですよ。口癖になるんですよ。そしたらいい口癖だと思いませんか?何か人にちょっと取ってもらって、ありがとう。ね、なんかお釣りをもらった時でも、ありがとう。このね、ありがとうの効用ってすごいんですよ。本当に人生変わってくんですよ。毎日毎日ありがとうって言ってね、それを習慣、口癖になって、それをあなたが周りの人に表現し始めた時、あなたの周りにいる人たちがあなたの応援団に変わっていって、味方になって巻き込まれていくんですよ、ね、あなたの周りにいる本当に50人がね、あなたの思うように行動してくれたら、あなたは大成功してしまいますよ。そう、お金だって人だってね、寂しがり屋なんですよ、実を言うと。だからこのありがとうという言葉はね、その鍵を開くんですね。寂しがり屋の心の扉を開くんです。そうすると、人でもね、お金でもあなたの元に乗ってくるようになりますよ。そしてあなたの周りにハーモニーが生まれるんですね。だから成功者がね、必ずやってる習慣っていうのはね、誰に対してもありがとうね、ありがとうを言うってことはね、そういう人たちをリスペクトしてありがとうって言うんですね。だからありがとうを3000回毎日言う人っていうのはね、それが習慣になるから、言霊になるから、周りの人たちを味方につけてく、知らないうちに応援団が増えてく、そしてたくさんの人があなたのビジョン、いわゆる使命、ミッションにね、エンロールされていって味方になってくれるんです。こんな心強いことはないじゃないですか。だからこそ、ありがとうっていうのはね、とても大切なんですね。そう、ありがとうのハーモニーね、今日一日がね、皆さんにとって素晴らしい一日になりますように。このチャンネルでは、将来のお金の不安に悩む起業家さんへ、たった1年で心からの安心感を手に入れるためのお金の増やし方をお伝えしていきます。チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。